皆さん、ポコニャチは。残機が安定しない動画はこちらです。ちょっと霊夢、そういうアナウンスはやめてくれないかな。ま、これが現実っていうな。同じジュゲムに2回もやられてんじゃないわよ。むむむ。さあ、それよりここは砂嵐が厄介そうだね。ああ、体を押されて落下死だけはやめてくれよ。マリちゃん、それフラグになるやつ。って本当にフラグ回収しちまったじゃねえか。いや、今のは私のせいじゃねえし、霊夢もフラグ回収とか言うから。あーね、あんたは人のせいにしてないでプレイに集中しなさいよ。ちゃんとやってるし。ってダメージ食らってるじゃねえか。たく、全然集中力が足りてないっての。すでに3つも残機を失ってるんだからな。わかってるって。でもほら、もう2アップが確定してるし、ゴールボール頂上で3アップして残機ガチャラだよ。このままいけたらの話だが。あら、大量のコインじゃない。これはありがたいね。ついでにキノコも設置してくれてたらよかったんだけど。贅沢言うなし。あ、でもこれがキノコかしらね。手当たってんじゃねえよ。いや、その風に押し負けちゃって。バブルがずっとこういう感じで来るんだったら厄介ね。時間がかかりそうだから少し倍速で。やめんな。あはは、ギリギリセーフ。さあ、これで3アップが確定したね。あとは無事にゴールができるかだけど、ポコニャンの今のその感じだと危ういんだよな。うるさいな。あ、左上に何かありそうじゃない？確かに、今欲しいものと言ったら、間違いなくキノコね。スタートかあっても良さそうだけど。いや、それは楽に危ないだろ。あ、30コインだったわね。まあ0枚だったし、これは良かったんじゃね。まあそうだね。さあ、早くここを抜けたい。気持ちはわかるけど、焦るとさっきみたいに体を持ってかれるぞ。もちろんわかってる。ここも一旦やむのを待って。お、中間地点。よしよし、キノコも入ってた。後半に難易度が上がらなければいいが。さあ、ここも。同じような感じだね。下に30コインがあるけど、あれは取りたいな。ちょっと危険な場所にあるから怖いけど。ま、シーソーを傾けるだけだし問題ないでしょ。あ、ちょっと。うん、知ってた。もう、せっかくデカ状態になれたのに。で、またぶねし。お、こんな近い場所にキノコが。ま、ポコニャン用って感じかしら。どういう意味だし。おわっと全然全然。まさかの。く。この足場と砂嵐での戦闘か。いい感じに落とせないかな。左に寄って。おお、これはもらった。ちょうど間に挟まって落下死させたのね。さすがズルニャンくん。お、これは。ワンナップキノコね。まあもう3アップしてるからいらないけどな。コインだけは全部取っておこう。よし、いい感じの枚数になったからそろそろゴールしたいね。オンゴールだ。よし、これで残機ガチャラだね。はぁ、あ。もう40終わらないでよ。そうしたいのは山々なんだけどね。このコースはノーミスで3アップを目指しましょう。いつも目指してはいるんだけどね。さあ、透明度感に。おっと、クリボー君、そんなんじゃやられないよ。ここは。ま、さすがにワンナップは無理か。お、ナイススーパーベル。これは大事にしなきゃね。こういう透明度感は素直に入っちゃっていいよね。そんな疑わなくても。いや、だって騙しコースで結構やられてるし。ふ、だからそんなんじゃやられないっての。壁から登れるけどハッチンが邪魔だね。最初から素直に入ってたらいいのに。ふ、3体になろうが結果は変わらないよ。あっとしまった。もったいない。もう、何をやってんだか。とりあえず謝ってもらっていいか。ごめんなさい、でもいいんだよ。さあ、裏エリアはクッパ城ね。スーパーベルはなしか。余計にさっきのが悔やまれるわね。ま、なくても大丈夫だって。っていうか、これマグマが上がってきてるか。もしかして急がなくちゃいけない？いや、どうやら大丈夫みたい。ポコニャンは大丈夫ではないが。そう。ちゃっちゃと壁を壊さなきゃね。ふ、無駄のないプレイ。はいはい、すごいですね。絶対思ってないでしょ。おわっと、オーバーフィッシュでレム星が見えなかった。完全に隠れてたわね。もうダメージは食らえないから慎重にな。オッケーオッケー。30コインはしっかり取ってと。そろそろ抜けられるか？またファイアーブロス。さっさと踏んで倒したいんだけど。オーカロンが押してくれた。あはは、ナイスなんだぜ。さすがに敵の数が足りないか。
ここに来てスーパーベルはありがたいわね。今度こそダメージ食らうなよ。ボンミスだけは避けるよ。さあここで中間地点か。これはまたスーパーベルね。これは予備用に取っておこう。さあこの先は、あちょっと猫口がないんだぜ。く、ここに来てボス戦か。今回はパウで倒す感じね。パウはダメージがでかいからすぐに倒せるかな。多分そろそろ。よし倒せた。あとはゴールするだけ。そう、下に足場があると思った。素直に先に進んでたらよかったのに。いやそうなんだけどさ。お、これで表エリアに戻れるな。あ、この感じ。オーゴルだ。テレビでワンナップしなかったんだし。勢いよく飛びついたら思った以上に下に下がっちゃった。って、これはなんだ？なんかヤバそうな塊がいるけど。あいつらの何かをどうにかするのかな？お前の語彙力のなさよ。抽象的すぎるわよ。ってちょっと待って、これはまずい。どうすればいいの？お？なるほど、待ってればパックンが押しつぶされるようになってたのか。あ、ちょっと。いや、それはないわ。あれからいろいろ試したんだけど、この鍵ドアに入れないんだよね。無念のパスだな。さあ、気を取り直して。これは体当たりでびっくりブロックを出すのね。他にも走り幅跳びでもできるんだよな。うん。で、これはたくさん出さなきゃか。転がるよりも走り幅跳びの方が早いかしら。そうみたいだな。このゴム兵たちはなんだ？スネークブロックで何かをするのかしら。ああ、ここでびっくりブロックを出すのか。ちょっと早いから急がなきゃね。まあこれぐらいの速度だったら問題ないね。オッケーオッケー、これで全部かな。まだついていく感じ？一応行ってみる。で、なんかよ。ってことは、びっくりブロックが戻ったらピンクコインを取ればいいんだね。まずは1枚。全部で2枚だから反対側のを取ったら鍵をゲットできるわね。オッケーオッケー。下のドアはやり直しができるんだな。優しいわね。お、ここもびっくりブロックを出していくのか。下にワープボックスがあるけど、あんなのどうやっていくんだ？わかんないけど、とりあえず進んでいこう。あ、もしかしてこのびっくりブロックを出しまくる感じ？いや、ちょっと待って、一回やり直した方がいい。あれがずっと伸びたら下のワークボックスに繋がる感じか。よし、限界まで出せた。これは走り幅跳びじゃないと間に合わないわね。さあ、ここは、普通に進めばいいだけだね。お、これはキノコ？お、あんなキノコだ。あと2アップできるかな。さあ、裏エリアはクッパ城か。中間地点は嬉しいわね。終わった。なんでこりゃ。4方向のびっくりブロック。あ、わかった。飛べ道防御するのか。これはヤバそうだな。さあ、リベンジ。先に防御しちゃえばいいのかな。あとは上を叩いて。お、倒せた。なるほど、これの繰り返しって感じかな。効果が切れたらまたすぐに出さなきゃね。てことない、違う方出してるぞ。さあ、先に横だったか。もったいないわね。さあ、3度目の正直。慌てなければ突破はできそうだからな。まずは横で盾を張って上で攻撃をすると。なんかマシンを扱ってるみたいね。慣れれば楽しいかも。さあ、先に横で盾を。オッケーオッケー。これっていつまで続ければいいんだ。多分上のブンブンが倒れるまでじゃないかしら。そうだね、ボム兵とファイアーブロスのコンビネーションで倒してもらう感じかな。ちょっとブンブンの扱いがかわいそうだけど。まあそういうコースなんだから仕方ないって。さあ、また盾を張る準備を。おー、ブンブンが倒れたぞ。今のうちに。ふう、なんとか抜けたね。お、またワンナップキノコじゃねえか。ゴールポール頂上で3アップね。おー、よかった、ゴールだ。なかなか楽しいコースだったわね。ちょっと残機を減らしちまったかな。ていうか、また40終わってるし。いや、しょうがないじゃんか。よし、これで3アップ。最終的に41ってことは、このパートはマイナス1か。